ございます。ここは僕の山です。今年はまあまあ元気ないんですが、僕の山です。先週の日曜日はスカイユでイーグル作ってみました。そのイーグルはなんと8時間ぐらいかかりました。イーグルは何かというと、わかりますよね、エスキモーさんたちが家として使ってた建物です。その建物はどうやってできてるか、雪を固めてこれに近いブロックにして、そして来た後は丸い場所の上にどん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 立てて、そしてイーグルができます。あ、晴れてきた。今日もいい日だ。行かないとダメですね。ストーリーまた後で教えます。一緒に行こう。あ、思ったより長靴で滑るのが難しいです。次は白鵬で行きましょう。ああ、いい思い出だね。2日後にちょうど天気予報を見たら、スカイユの気温は5度以上。そしてスカイユに連絡したら、なんとイーグルが鳴いてるそうです。何でもそうですね。生まれて死ぬ。イーグルも出来上がって溶けるんだけど、負けない。もう一回作りましょう。箱田さんの雪は簡単に負けない。作ります。みんなで作ります。